こんにちは、リポーターの大村雅樹です。私のようにですね、普段なかなか練習に行けない、そういうゴルファーの方とても多くいらっしゃると思いますけれど、でも道具でなんとかコンスタントに100を切りたいという皆さん向けの企画でございます。はい、大村さん、はい、グリーンまで約180ヤードありますけれども、はい、普段ならどう攻めますか？180は微妙に届かないんですよ、僕は飛ぶ方じゃないので。ですからまあ7番か8番で刻んで、あとアプローチ勝負ですかね。大村さんの攻め方も100を切る一つの手段だが、今回のコースは手前にバンカーがないので思い切って攻めるのもいい。岩尾プロのおすすめは UFO で思い切って狙ってみましょう。簡単なユーティリティならミスも少なく確実にグリーン周り運べますよ。 UFO は7種類のラインナップ。大村さんのヘッドスピードで180ヤードを狙うなら44がおすすめだ。これが例のパワートルネードが進化したという UFO ですね。このウイングがあることで重心が深く、重心角が大きくなって球が上がりやすくなったんです。なぜ UFO は球が上がるのか。 UFO にはウイングがある。このウイングがウェイトの効果を果たし、重心振動を深く、重心角を大きくしている。つまり球が掴まりやすく、高い弾道で飛ばせるのだ。では一度打ってみてください。かっこいいですね、これデザインも素敵。でも大丈夫かな。ユーティリティは正直あんまり苦手、得意じゃないんですけど、打ち方のコツはあります？そうですね、上げようと意識すると救い打ちになるので、素直にダウンブローに打ってみてください。ダウンブロー、はい、わかりました。上がるイメージでね。ナイスショー、大村さん、ナイスオンです。ありがとうございます、すごい。いやー、そんなに僕今力入れてないんですけれど、よくボール上がりましたよね。正直自分でも驚いてます。いやー、皆さんもぜひ UFO、 これ100切りを目指してみてください。目指せ100切り。距離のあるセカンドショット、グリーン周りの状況を考え UFO で狙ってみよう。乗らなくても近くまで行けば、次はアプローチでスコアがまとまりやすい。キャスコ